こんにちはひカりです今日は2018年8月2日の11時51分ですはい午前中ですギリはいよろしくお願いしますということでね今朝もね朝起きてねまあいろいろね動画いろいろっていうかねまあ元気なおじいの動画をね見てたりしたんですけどそう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 まあまあ今日はね暑いのが寒いのか室内にいるのでまだ謎です家から出ていませんということでね昨日もねあの なんだっけあの、ゴムラのソフビを改造するっていうね、動画作ったんだけど、あれめっちゃ時間かかってやったんだよ。今日丸一日ね、作るのにかかってる。まあ、それ以外の動画も作りつつやってるんだよ。塗装しながら乾いてる間に別のね、提供品動画とか作ったりしたんだけど、うん。まあ、結構時間かかってやったんだよね。ぜひね、昨日の動画もね、あれ見てほしいな。うん。あれよくできてるかなと思うんでね、よろしくお願いします。で、今日話そうと思った内容が、あの、なんで僕の、 最近ハマってる歌手の人がいて、あの、まあ、流行ってる人なんだけど、今ね、ヨネズ原始っていう人知ってますかねそう,そうそうそう。まあ、ルーザーって曲が有名なんだけど、僕もやっぱ一番ハマってる曲はルーザーで、あとルーザーともう一つの曲あるんだけど、何だっけなルーザーとね、あのね、アルバムをね、ツテアでレンタルしたんですよ。はい。ルーザーと、えっとね、あ、読めねえな感じが、飛ぶすずめって書いてた書くんだけど、なんて読むかわかんない、と師匠かな わかんないけど、まあ、そういうね、言うたかんだけど、特にルーザーっていうのが有名っていうか、今流行ってて、いい曲なんだけど、その中の歌詞で、いいなと思う歌詞があって、それがね、たたたらたたた、愛されたいならそう言おうぜ、たたたたたた思ってるだけじゃ伝わらないねっていうのがあるんだけど、あの、まあね、いい、いいんだけど、それ歌はい、いい感じやし、もちろんメロディー乗せたりするから、メッセージ性が強いし、いいんだけど、特にその歌詞なんだけど、愛されたいならそう言おうぜ、 思ってるだけ、思ってるだけじゃ伝わらないねってことで。これね、すごい良い言葉だなと思って。まあ、短いからあれだけど、あの、普通に、あの、良い言葉なんですよ。うん。良いことまあ、そうだなと思って。まあ、これは恋愛に当てはめてるからあれなんだけど、まあ、恋愛でもそうだよね。なんか、そう、愛されたいなと思ったらさ、もう、好きだよとか、俺のこと好きになって、みたいな、言わなきゃダメだよね。やっぱね。そう、思ってるだけじゃ伝わらない。ほんとそれそれ。まさになんですよね。それはね、まあ、恋愛だ。例えばね、あの、ナンパとかもそうだよね。あの、 まあ、ナンパとか、ああ違う話の順序間違えたら、まあいいや。まあ、ナンパもそうなんだけど、あの、まあ、どんどんね、もう今、今の時代っていうか、まあ、昔の日本はさ、うちかっていうとさ、なんか、あのー、ちょっと、なんだろう、愛されたいとか思ってもさ、なんか、自分の心の中に留めといて、長年一人を愛して、こう、ね、こう、思いをね、ずっと思う、思って思って思って、思って何年後に言って、それが美しいってなってたけど、 そんな非効率なねことは良くないし、今はもうネットのおかげでいろんな人と繋がれてグローバルになってるから、今はもう、なんだろう、うそういう、なんだろうな、あの、遠慮してちゃダメというかさ、うん、思うんですよね。あのあれですよ、なんか、なんていうのか、まあ、自分からどんどん、あの、自己 PR をする。やっぱもうちょっと前から言われてるからそうだと思うんだけど、やっぱり自己 PR すっげー大事だなって最近思ってて、そう。 やっぱさ、いろんな人にさ、なんかアピールするとさ、あ、迷惑なんじゃないかとか、嫌われるんじゃないかとかいう思いあるかも、あるのわかるんだけど、それ違くて、違くてって言い切るのもあれだけど、そうじゃないと俺は思って。あの、まあ、嫌われる可能性とかもあるかもしれないけど、まあ、自分を専念しなきゃいけない立場にいる場合ね、これはの話、YouTuber とかの場合はやっぱり、どんどん自分を知ってもらうことが一番大事だから、あの、ね、 アピールして、おおってなったら、あのね、プラスになったらもう、もちろんいいし、マイナスになっても、あの、自分のこと嫌い、マイナスになることはないんだよね。自分のことをそうね、言って、はこんなうざいなとか思われても、ね、自分のことは知ってもらえるから、マイナスはむしろプラスっていうか、マイナスすらプラスなんですよね。はい。だから、どんどんアピールした方がいいなっていうのが思って、うん。そうそう。やっぱさ、そう。 やっぱなんか、嫌われたらどうしようとか、迷惑じゃないかとか、あるじゃん。ナンパがそうなんだよ。で、ここでナンパの話をしようと思ったんだそう。ナンパもそうで、まあ、迷惑だなっていうか、迷惑のことはしちゃダメだよ。当選帽したり、ボディタッチしたりしたら迷惑だけど、普通にさ、あ、すいません。なんかめっちゃ綺麗だったんで、声かけちゃったんですけど、うん。えー、よかったらなんか、うん。そうそう、友達になりたいなとか、なんかさ、これからお茶にでもどうですかとかって、優しく言う分にはさ、あのー、いい、悪い気もしないじゃん。綺麗だから声かけました。つってさ、ね。 よかったら、達になってください、みたいなね。悪くないじゃん。それは。悪くもない。ごめさっ言われたら、あ、ある程度まあ粘ったりするのも大事だけど、そんなにね、常識の範囲内で粘る分には、もう迷惑じゃないから、どんどん行った方がいいし、それは恋愛だけじゃなくて、仕事も終われそうだなと思って。最近ね、あの、うん。そう、うん。どこまで言う言えばいいか分かんないけど、あのまあ,あの、うん。いろいろねあの、自分からアピールはね、するの大事だなと思って。まあ、簡単に言うとコメント欄での売名とかもあれね、 いいと思いますよ。うん。僕のチャンネルで売名しても,もらっても、まあ、確かに、あの、なんか動画の内容とか見てなくて、適当に来て、適当になんか、なんか、なんだろう、ファンのふりして売名してるなとか、ね、思ったりするけど、あ、むかつくなとは思うけど、その人のことは把握できるし、チャンネルとか見たりするし、まあ、大概はね、なんかそういう売名のこチャンネルはあんま合わないなと思う時が多いけど、あ、いいなと思って、あの、登録とか最近してますからね。うん。なんか、すごいおもちゃ、あの、おもちゃの動画にもね、あの、おもちゃがいっぱい出てくる動画で楽しかったです。 よかったら私のチャンネルも覗きに来てくださいねってコメントがあったから、まあまあ、まあ、これは売名だけど、まあ普通のねは、感じだし、まあ見て見に行ったら、まあ、親子でね、あの、ちゃんと YouTube やられてる方で、うん。そいのいいな。あ、それサブ,サブチャンネルの話だったんだけど、うん。だから登録させてもらって、これからも見てね、これからもね、ちょっと、ね、なんか、もしあれだったら関わり合いがね、思ってたらいいなとか思ってて、うん。その方もね、登録したし0千人、1000人ちょっと、1100人ぐらいかな。だからまあまあま、あちゃんとやってる方なのかなと思って、うん。 そんな感じでやっぱ売名コメント欄での売名みたいな感じの自分をねアピールするのもねいいですよ、うん、僕のコメント欄は売名 OK だし、うん、まむ、あ、かつくけどね結構結構ムカつくんだけど別に OK とは思ってる、うん、もちろん本当にムカつくあの自分の登録者とかをさか俺になんかなんんかだろうなんかすごいですねっていうふりして自分を売名するってやっ,やっぱ気分悪いじゃん悪いけどあのいいと思うやっても俺は、うん、もちろん気分は悪いけどいいと思う そういうの、そういうあ、この人は印象悪いなと思うけど、登録、チャンネル見に行って、あ、このチャンネル面白いなとかなったら、登録するもん。うん。これプラスになるじゃん。で、マイナスっていうのは俺に例えば嫌われてブロックされるとするじゃん。でも元々こと設定なんかなかったわけだからさ、マイナスではないよね。むしろ、ね、プラマイゼロ。むしろ俺がちょっと知ったし、そのね、コメントがね、表示されたりして誰かが見たらプラスになるから、マイナスなんてないんです。はい。まあ、企業案件に関しても自分からアピールしようみたいな話もあるんだけど、はい。<laughs> まあね、どんどんアピールしていこうかなと思ってて、うん。 そうだね。でね。そう。まあその元気なおじいをね、今日今朝の動画とかも見たんだけど、うん。まあおじいね、今日ね、久しぶりかなまあでも、たまになんか、その、あの、ソフトバンクとかそういう意味でなんか、ね、怒ってる動画あるけど、今朝久しぶりに怒ってましたね、おじいがね。うん、動画で。ガチで。<laughs> とまあガチって、どこまでガチかわからないけど、まあおじいは結構ガチでやってる人だから、ガチで怒ってるかもしれないんだけど、 うん、あのプレゼンの企画が失敗しちゃったみたいでね。うんまあ、視聴者の方との、ね、距離の取り方ってに関しては、すごい僕もね、うん、またそれに関して話すとなると、まジぶっちゃけトークになっちゃうし、うん、どうなるのかなと思うし、めっちゃ話せるけど、うんまあ、視聴者の方との,との距離の取り方とかね、まあ、いろいろありました、ねまあ。視聴者の方はね、どう、ね、立ち振る舞いがいいかとか、難しいところあると思うんだけど、簡単に言うと、常識的な範囲内でちゃんと常識的に立ち振る舞ってれば、うん ちょっとね、冗談言ったりね、まあ、軽くブラックジョーク言ったりしてもね、常識的な感じで、ね、振る舞ってれば問題ないんで、そんなに視聴者の方はね、本当と常識、うん、なんか大丈夫ですよ、うん。てかね、視聴者の方にね、何言う,言うとかじゃなくても、その人がさ、常識的な人か非常識な人かでさ、もう、ね、何言ったところでさ、変わんないから、うん、だから、皆さん自分の思うままに、ね、行動すれば大丈夫ですよ、自信持って。うん。まあね、ちょっと変えるとするなら、やっぱり、 謙虚に行こうかなっていうのは。だから、1ヶ月前にさ、はじめましてって来て、ね、あの、ネット上でね、はじめましてってコメントして、ほんで、1ヶ月経って、ああ、久しぶり、私のこと覚えてますかはもう、鬱陶しいからね。覚えてねえよお前、な、ねえ、まあ、俺みたいな、まあね、まだまだな、YouTuber ですらさ、ぶっちゃけ何十人、何百、100人近くさ、1ヶ月でなんかね、行ったり来たりとか、まあ、同じ人やったりするけど、ね、やったりするわけだからさ、はい、12時。 はい。ということでね。うん、だから、覚えてないから、謙虚に、も私なんか、覚えてるでしょ私は私じゃなくて、結構ネット上でやっぱさ、自分の個性を出すの大変だからさ、その、忘れられてるからって、あなたのことを認めてないわけでもないし、あなたに魅力がないとか、そういうことじゃないから、心配しないんで大丈夫ですよ。うん。だからまあ、唯一言えるなら、あの、常識的に振る舞えばいいし、普通にね、自然にね、常識的に振る舞えればいいし、でまあ、唯一言えることは、謙虚に振る舞えばいいかなと思いますね。はい。でまあ、おじいはね、そのプレゼンの企画は失敗したよってことでね。うん。 失敗しちゃったっていうか、まあまあ昔好きよ、あって動画ねおじいもね、この動画出したの多分悩んだと思うんだけど、うん。俺はね、この動画、あのおじいが、まあ、リンク貼ると思うんだけど、あの、説明欄にこの動画。まあ、この動画が、まあ、おじいのチャンネル自体は多分リンク貼るわ、じゃあ。うん。そう、プレゼンックが失敗して、結構ガチで怒ってたんだけど、うん。えー、っとね、そうだね。やっぱね、うん。プレゼンの曲ね。いや、この動画はおじいが出したことが、まあ、すごいなと思って。 確かに出したの悩むんだよね。違う、やっぱ、怒ってる動画とか、文句言う動画って、マイナスになるのかなって気もするからさ、どうなのかなと。俺はま,まだそこに関しては答えが若干出てないんだけど、唯一言えるのは、怒った動画とか、なんだよっていう動画って、たまに瀬戸康史さんとかも出してるじゃないですか。でもさ、ああいうのってやっぱ、瀬戸さんとかって、おーいつって怒るじゃん。柴田もそうだよね。やっぱね、ヒカキンとかもたまにコンビニ店員に文句言うときさ、おーいみたいな怒り方するじゃん。ふざけた感じで。あれが大事で、怒る動画とか、文句言う動画は、 とにかく元気に明るくやればいいと思う。俺も一回さ、うわあおもちゃの、ね、パーツが足んねえよ、みたいな動画をね、ネタで出したんですよ。でも、その怒り方が、あー、みたいな、がっかりだわー、みたいなやり方しちゃったから、ちょっと、ね、やっぱ、ね、評価を評判悪かったし、うん。俺も見ててよくないなと思ったから、まあ、見てる人も元気になるぐらいのエネルギーで、おーいっつって、おい、メグウィンみたいな。まあ、メグウィンに別のことは、今、メグウィンが思い浮かんだから言っただけなんだけど、そう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 。でね、まあ、だから、 怒る動画とかみんなね、作けたいなとは、物申すとかいう動画はやっぱ、明るく、元気にやればいいと思います。はい。本当ね。そうすれば別にそういう動画出してもありだなと思うよ。うん。いや、まジさみたいな感じとか、いや、本当にないですね。みたいな。なんか中学生の男子みたいなさ、いや、本当にああいうのはありえないと思います。はい。みたいな言い方しちゃってると、プラスにはならないんだけど、おーいみたいな。 おーい,いみたいな、触れるぐらいの勢いで。いってもカメラがさ、音割れしてもいいんだよ。おーい,いちょっとカメラが倒れちゃってもいいんだよ、もう。まあ、壊れないければね。そうそうそう。そんな感じで。うん。その素晴らしいなと思って。プラス、なんで俺が今回、自己 P r アの大事さを言ったかっていうと、そのね、おじいの次の動画ね、3本連続で出てたんだけど、そう、朝からおじいが4本もい,いっぺん動画上げててね、テンション上がったんだけど、次はね、僕が紹介した Deboom っていうね、あの、商品提供いただいて紹介した、あの、レトロでテレビ型のさ、Bluetooth スピーカーあったじゃないですか。うん。 あれをね、あの、おじいもね、提供いただいて、あの、やってたんです。提供もらってね、やってたんですよ。うん、開封とか言って。そんでさ、その時おじいはね、なんかその前の時に、これもしかしたらヒカリさんが言ってくれたのかなって言ってたんですよ。うん、あとね、これに関して、俺は、いやいやとか、いやいやも何も何も,何も、もう、言わないで、心に、まあ、まあ、俺が言ったんだけど、でもね、こういうのは別に、言うと気性がましくなるから、言うはない。ね、心に留めとくそれ美学じゃないですか。美しい、美しい、日本男子。美しい。だけど、俺はね、もう、さっき言った通りに、思ってるだけじゃ伝わないし、 そうそうそう、うん。やっぱ、言ってくっていうか、ま、フに留めてさ、何年か経ってさ、あ、実はそうだったんだ、ありがとう、もういいけど、今 YouTube ってもう次々次々次々に行かなきゃいけないわけじゃん。ま、特に、ね、俺とかのね、登録者数とかの場合とか、もうみんなそうだと思うけど、もう次々次々だから、もう、もう、ね、なんか、なんだろ、石の上にも3年とか言ってらんないから、3年ね、食べていかなきゃいけないわけですね、みんなね。だから、言うと、言うと、言うと、えっと、おじいに来たこれは、あの、 ね、あの企業さんから、まあ、メールとか来て、俺はやね、企業さんから俺の方にはメール来たんで、多分ね、動画の概要なんかかなんかで来たんだと思うんだけど、うん。で、まあ、俺のとこに来てね,ね、仕事ね動画撮って、 そんで、ありがとうございました。つって、こっちも、またよろしくお願いします。みたいなきて、まあ、英語だったんだけどね、相手は。そんで、後に、おじいがさ、なんか、よかったら、せねしてよ。おじいのもせねしてよって言うから、俺も、だから、あ、元気なおじいさんがいますよ。つっ,って、おじいっていう YouTuber が、元気なおじいっていう、登録者3000人超えの希望を誇る YouTuber さんがいて、その方が興味を持ってますよって言うと送ったら、おう、センキュー、ヒカ光様、光さんか。光さん、センキュー、えー、アイコンタクト、YouTuber、元気なおじい。センキュー、ベリーマッチ。 みたいなこと来て、またよろしくお願いします。みたいな来たんだけど、そう。だから、その直後、直後、その後におじいにこう来てたから、多分あれから行ったんだけど、うん。そう。だから、あの、まあ、僕のおかげなんですけど、これはね、あのね、まあ、もう一つの今回のテーマなんだけど、ウィンウィンの関係なんですよね、うん。なんて、な、なぜウィンウィンかっていうと、俺は、あの、おじいを紹介したことによって、まあ、おじいって僕より登録者た900人ぐらいちょうど、900人ぐらいからちょうどね、うん、1000人弱ぐらい俺よりも多い、 ですよねつまり、あの、企業,企業から見たら、影響力が大きいね、俺よりも素晴らしいチャンネルなわけですよ、企業から見て。まあ、企業から見なくてもそうかもしれないけど、あの、特、まあ、に企業からねあ見るとそうなんだよ、素晴らしいチャンネル。まあ、企業ってやっぱさ、仕事でやってるわけじゃん。だからさ、チャンネルをずっと見てどど、どのチャンネルがさ、本当に素晴らしいかってわかんないから、とにかく登録者数で測るしかないと思うんだよね、とか再生数とか。だから、おじいは僕のように、チャンネルよりも、ね、素晴らしいチャンネルってことになるわけ。だから、 俺よりも素晴らしいチャンネル。だから企業は俺ですら、あの、宣伝してほしいっってあっちから来たぐらいなのに、それよりももっと素晴らしいチャンネルを俺は紹介してあげたわけよ。そうすると、企業にからしたら、あ、光さんは、あの、動画を作ってくれたっていうね、素晴らしい人だって、プラス、もっとすごい YouTuber を紹介してくれたっていう意味で素晴らしい人なんですよね。つまり、俺は、その企業に対して、いいイメージを与えられたということで、うん。次の仕事に繋がる可能性があるわけですよね。より、うん。 っていうことで俺はプラスを得たんですよ。で、おじいはおじいです。余またなんか案件やりたいって言ってたから、そこ、ね、そのテレビの、あの、テレビ型スピーカーのね。だから、その案件をやれて、え、ね、OK じゃん。やったわけじゃないですか。その代わり俺にはおお、ね、俺に対しておじいはネームバリューを貸してくれたわけです。貸したっていうか使わせてもらったわけですよ。その企業に俺がおじいの名前を使って紹介したことで俺がプラスになったっていうことは、おじいがネームバリューを貸してくれたんだよね。うん。だから、 おじはそこで俺に貸してくれたけど、俺はおじに紹介、おじを紹介するので、これがまさにウィンウィンの関係で、素晴らしいなと思って、うん。だからやっぱ、すべてはやっぱ、まあ、うん仕事もね、プライベートとかもそうだと思うんだけど、まあ、皆さん人間関係やる上でね、人に頼み事するときとかもそうだけど、やっぱりウィンウィンっていうかね、うん。 お互い、なんか、相手にも得がないと、なんか、何も頼めないの、やっぱね、って思った。うん。だから、ま、一回俺、昔ね、失敗しちゃったのは、もう、ヒカリさんのファンでもヒカリさんの動画見てるのも大好きで、ヒカリさんの動画に変わりたい変わりたいって来てくれた子がいたんだけど、で、編集うまい子だったから、編集をね、やらせてください。無料でやりますって来たんだけど、あ、当にいにと思ってやってもらって、ちょっとやってもらったんだけど、やっぱりね、結局最終的にはね、やっぱ、なんか、 徐々にやっぱ光さんの動画に関わるっていうそれだけじゃなんか僕はさ光さんはお金もらってるのにそのね無料でやってるなんて分からしいからっつってなんかお金今度から払ってくださいみたいに始めちゃってうんまあお金払うのがうんぬんじゃなくてまあその編集技術に対するお金を払いたくないなっていうのが一つあったわけ、うん、お金払うほどの編集技術ではなかったんだよねだからその子に一回動画を送ったりする手間とかも考えるとあこれはやんなくていいなっていうふうにまあねあの理論的っていうかなう、ね、なのそのねんつうのそのまあ そう、実際問題で、まあ、あの、お金を払いたくないなっていうのもあったんだけど、プラス、やっぱ、そのお金をね、急に、最初はいいって言ってたのに、要求するに変わっちゃうみたいな、そういう感じの嫌じゃん。だから、人として嫌だなと思ったから、あら、でも、あのね、ごめんなさいって言って、も連絡も取らないって言って、もうお願いしないっていう形にしたんだけど、うん。 そうだから編集担当とか今はね、頼む気ないんだけど。やっぱその時に俺が、俺が完全にミスしてたのは、その子に、まあ最初は俺にか、俺の動画に関わる、関わることが嬉しい。ひかりさんと関わることが嬉しいっつって、で編集大好き。だから、 これでウィンウィンなのかなーっていうのは一瞬思ったんだけど、まあ、その時はあんまウィンウィンとか考えなかったから、お互いに利益あるって。やっぱあっちのね、利益がね、やっぱね、少ないんですよ。途中でカメラとかも上げたんだよ。あの、僕が使わなくなった、結構いいカメラあったんだけど、あの、ネオ一眼のカメラか。上げたりして、まあ、ウィンウィンになるかと思ってやっぱりさ、そのお金面で、やっぱ、その、そね、その子もまたさ、別の YouTuber の人にさ、ね、あなたの編集技術すごいから、 あのお,金お金取れるレベルだよとかってそのかれちゃ、そのかされちゃったから、よりさそう思ったなと思うんだけど、やっぱり、うん、やっぱ収益とかも、やっぱ、ある程度ね、もし頼むんだったら分けないと、最初にちゃんと、あの、契約っていうかしてさ、うん、ウィンウィンにならないと、そういうお願いはできないなと思うよね、うん。だから、YouTuber とかでもコラボしましょうっていう人いるけど、お互いがウィンウィンになるようなあの関係っていうか、あの、コラボしましょうの分はいいんだけど、その1個下に、あの、 相手に、てか私、私に、あ相手からコラボしましょうってきたら、俺にとって、どんなメリットがあるかっていうのをね、一文ね、入れていただけるといいと思いますし、あの、みんな、ね、コラボ人に頼むときはね、相手に対して、あの、相手にはど、あ,あなたにはこんなメリットがありますよっていうのをね、入れるだけでかなり違うと思いますね。うん。だから、メリットをちゃんと考えてコラボを依頼すると、うん。いうことが大事なんですよね。だから、今回の場合とかは、うん、あの、 まあ、ウィンウィンだったり、まあ、ウィンウィンっていうか、まあ、おじいとの関係自体が基本的にウィンウィンでやっていけてる、やっていきたいなと思ってるし、やっていけてるんじゃないかなと、今んところ思ってる。まあ、ちょっとね、俺のがやっぱ登録者数が少ないっていうのもあって、まあね、そういうのもあって、俺は特にエンジンかけてやれてるんだけど、もう、本当に7月かなうん、7月はもう、ちょうど8月になったけど、今日ね、今日ってうかもう2日が経ったけど、7月はまるまるね、もうエンジンかけ続けて頑張れた。うん。まあ、これは追いつけないようにはしなきゃいけないんだけど、うん。頑張ったわけで、 もちろん、そのね、登録っていうか、まあいろいろ、まもろもろ伸びたしさ、うん。かなり。周りが結構落ちてる月なのに、俺は伸びたし、かなりね、しかも。まあ正直、倍ぐらい伸びたんだよね。うん。まぁ、あ、倍って持ってるけど、まあまあまあ,あめっちゃ頑張んないっていうか、なんか、だらだらやってる時期に比べたら本当倍以上なんだけど、うん。まあちょっとね、普通にやってる時期に比べたら、まあなん、何倍って言うんだえ、倍じゃないな。な、何倍だ倍の半分ぐらい伸びたんだよ、うん。 まあだからね、頑張ってやってればいいんだなと思うけど、まあそんな感じでそう、ウィンウィンになれたらいいなと思って。まあそれでね、もう俺のチャンネルをもっと大きくしていけばさ、あの、ウィンウィンな関係をさ、他の YouTuber さんとか企業とかに依頼するときもさ、俺の影響力とかチャンネルが大きければさ、こっちが提供するものが少なくて済むわけじゃないですか。ね、それ分。俺のチャンネルでちょっと名前出すだけで、相手にとっては、あのね、商品を提供する価値があるぐらいにな,なればさ、ね、よりいいわけだからね。うん。 そんな感じで、ウィンウィンっていうのが大事だなっていうのがあって、最近ね、まあ前も話したんだけど、あるね、まあまだね、ちょっと、正式にはね、正式に決まったっちゃ決まったんだけど、あの、まあまあまあ、まあまあ、企画段階なんで、あの、企業名とかは言わないんだけど、企業っていうかね、その、あるおもちゃ屋さんがあって、ちっちゃいね。まあ、ちゃんとしたおもちゃ屋さんね。うん。であの、中古のね。そこにね、あのとね、なんか、そこからね、あの、ちょっと、一緒のお仕事しましょうって話になったんですよ。俺、おもちゃとか扱ってるチャンネルだからさ、 え、光くんとなら仕事したいって言われて、その、ね、店長さんにも言われたんだけど、そう、光くんは、あの、僕私たちのね、おもちゃ屋さんの紹介するとか、店内撮影とか、 そういうね、紹介する動画をね、出してくれるけど、ひかりくんは大丈夫って言われたわけ。え、何やですかって言ったら、いや、これはひかりくんにとってはプラスある大丈夫って言われたわけ。やっぱお互いウィンウィンでやらなきゃいけないなと思,、ね、思ってるからって言われて、あ、素晴らしいなと思って。まあ、俺にとっては完全にウィンウィンなんですよ。俺はその店内撮影させてもらったりとか、ね、そこのおもちゃ紹介させてもらったりするとさ、やっぱ動画のコンテンツとして使えるし、やっぱね、まあ、俺自身がおもちゃ好きだっていうのもあるから、まあ、完全にウィ,ウィンウィンだなと思って、あ、大丈夫ですって言ったんだけど、うん。 まあそこでも言われたから、やっぱり、うん、そうやってちゃんと、まちゃんとした大人の人は、お互い利益があるようにね、うん、対等でね、やれるように、ちゃんと、うん。どっちかがさ、ボランティアだったりさ、ご奉仕みたいな感じで、やるのはちょっとね、やっぱ仕事面とかではだいたい違うじゃん、うん。まあボランティアとかそういうね、なんか奉仕作業とかあったら別だけど、うん。まあ、世のため、人のためとか、あのー、なんだろう、人としてかっこいいとかさ、美学とか言うんだったらまた別だけど、普通のね、生活とかはまあ、 普通に考えると、あの、やっぱ、あの、うん、その、ウィンウィンの関係って素晴らしいなと思いますね。うん。だから、これからもね、うん、今は元気なおじいと一緒にさ、なんか、結構、精査たけましてやらせてもらってるんだけど、おじいも言ってたように、第二の元気なおじいみたいな方、ほんと年齢問わないよ、本当に。ね、おじいみたいな年上の方でもいいし、まあ僕24なんですけど、24より下の22とか21とかでもいいし、うん。 もちろん30代の方とかでも全然 OK なんだけど、ね、お互いンンになれる元気なおじいみたいなね、あの、第二のね,ね、おじいもね、第二の光くんをさ、光さんを探したいって言ってたんだけど、探すサビだって言ってたんだけど、ほんとね、俺もそう思ってて、うん。だから皆さん、この動画見てる方とかでね、あ、なんか例えば YouTube やってるとかが限らずさ、なんか、ねな、なんかをやってて、光、僕に、なんか、ね、利益があって、そのね、その人にも利益があ、私にも利益あるっていう場合は、どんどん言っていただければね、交渉ですよ、交渉。 どんどん自己 PR をしてほしいですね。特に僕に関しては、特にそう思いまして。PR してほしいですね。例えばさ、うん。僕のチャンネルのコメント欄で、あの、売名するっていうのもいいんだけど、うん、いいじゃん。その場合もさ、ちょっと俺にさ、あの、なんか、プラスになるようなコメントをうまいこと入れてもらえると、よりさ、ああ、と思って俺もより見に行くし、ああわよくばさ、ね、宣伝とかもさせてもらうし、いいなと思えば、うん。印象いいしね、やっぱね、うん。だからやっぱ、お互いに利益になる。相手の利益も考えましょうってね、うん。 自分の利益、まあ、というはなんか、相手と何かをやりたいんだったら、そのやることによって、相手にも利益を得るかどうかをちゃんとね、考えましょうっていうのを思ったな。うん。そう。その二つを今回話したかったな。うん。あの、なんだろう。どん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 ,どん、あの、アピールしましょうっていうね。そうの、思ってるだけじゃ伝わらないね。だからね。愛されたいならそう言おうぜ。だから、もうどんどん、あの、自分からね、モーションをかけていかないと、行動していかないとね、自分からアタックしてる。もう、嫌われても、オッケーみたいなの、もう、 どん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 売り,売り込む、売り込む、そう。この言葉いいわ。売り込んでこうぜっていう。うん、っていうのと、やっぱなんかするとね、売り込んだりする時には、やっぱ、お互い耳になれるように、お気をつけましょうっていうことでね。はい。まあ、音気せかましいこと言ってますけどね、さっきとかね。うん。まあ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 、まあ、これをね、言うことによって、あ俺はもちろんプラスになるし、あの、おじいにとってもマイナスにならないし、まあ、 今、名前出すことによって、ま、あ、多少の、まあ、結構俺のチャンネル見てる人はもうみんな知ってると思うけど、多少なりともこう、ね、おじいの宣伝になれ,ななれる可能性あるわけじゃん。だから、まあ、ま、あ今のこの話をすることによっては、お互いウィンウィンになれるかなと思ったから話したんだよ。結構この話するから悩んだんだけどね。うん。話したんだよね。そうそうそう。そうま、あだからそうだね。今何話すうと思ったっけど、もう一回もう一回ね、今話しながら考えたことがあったんだけど、あのー、えっ、ー、とね、えーと、ウィンウィンになるっていうことでしょだから、 えっと、えぇ、ー、こ <laughs> れね。そう,そうそうそう。まあ、そんな感じで。そうね、この話をして、おじいと、まあ、耳になる、うんな、なん、なん、なんなんまあ、まあまあ、そんな感じですね。で、まあ、ちょっと今忘れちゃったから、ちょっと話をね、ちょっと転換すると、今日見て、カメラの画角と、あと音質違くないですかうん。これ。昨日言ったんですけど、スマホで撮影してたわけです。ちょっとね、あの辺なんでシール貼ってるけどスマホで撮影してあったんですよ。あの、撮影してたんですよ。それやっぱね、録画が止まったんですよね。 熱のせいなのか、スマホの容量のせいなのか分かんないけど、そうやってくると、超、うん、なんか長くね、1時間とかの男になるには、やっぱり、ビデオカメラでと撮ろうと思って、今日はね、ビデオカメラのね、あのね、Q4 っていう、Zoom っていうメーカーの音質がいいやつで、ね、その Q4 っていう Q4。Q24 って書いて、Q4 っていうね、カメラを、ビデオカメラを使、久しぶりに出してね、使ってますね。うん。これ音もいいし、あと、広角に映るんですよね。すごい、ほら、両手広げてもさ、 ほら、全然大丈夫みたいな。ほら、こんな感じで。うん。カメラね、距離も今結構近いんだけど、こんな感じ。わかるでしょなんか、この高角な感じ。うん。その代わりね、おもちゃ撮影とかさ、ちょっとなんか、まあ、使いにくい部分もあるわけよ。ズームできないとかね。<laughs> ズームってメガなの,のに、ズームできないんだよね。 まあ、ズームは普段しないんだけど、プラス赤るさ小説とかなんか、ピントもね、なんかね、ピントは基本的に、ほぼ全体に合うわけ。だから、背景ボケとかもなければ、あの、ビシッとピントが合うっていうことがないから、そういう意味では使いづらかったりするんだけど、こういうお話動画には、あ、ぴったりだなと思う。しかも、充電しながら使えるから、充電の心配もないわけ。で、本体も多分ね、 そんなに熱持ってないし、なんか大丈夫な感じするし、まあビデオカメラってそもそも長時間録画のためとかには使うにはね、スマホよりいいと思ったからね。だから今日は、あの、それを使いました。はい。で、昨日俺があの、ミスし、あの、お話の中でミス仕掛けたことがあったんですよ。そしたらやっぱり最近おじいにさ、いやー、50分で終わる男だね、1時間の、あの、動画撮れないねって言われてたから、うん、まあの撮ろうと思ってたんだけど、あ、 昨日、ちょっとスマホがさ、ちょっと止まっちゃったり、あと編集とか、なんかスマホのアプリとか要とかで、ちょっと、あの、ね、ちょっとできないな、とかっていう風に、俺は機材の言い訳に、を仕掛けたんですよ、動画内で。んで、パッと気づいて、あ、ダメだと思って、ちゃんと訂正したの、動画内で。俺素晴らしいと思ったんだけど、うん。まあ素晴らしくないんだけどね。そう、訂正したんですよ、ちゃんとね、その動画内で。そう。みんな結構、機材のせいとか、ネット環境が、 ちょっとカメラがみたいな結構 YouTuber の方多いんですよねやっぱちょっと今撮ってもなんかちょっと音質の問題でとかみんな音質とかめっちゃあとさ何外撮影したいんだけど今ちょっとまだジンバルが届かないからできないとかさお前、まあ、ジンバルなんていらねえよって思うよああまあいいや普通のミニ三脚ミニ三脚にスマホホルダーをつけてねそんで手持ちでも十分見れるしあとまあ外撮影っつってもさ歩いてるだけが外撮影じゃなかったりするしあの あのー、ユーチューバーっていうか、まあ、ジンバルをコンテンツとして使いたいっていう人もはいいんだけど、みんな結構ジンバルに興味持ちすぎだなって思ってて、まあ最近俺周りが結構ジンバルにハマってるっていうか、あの、ジンバルを売りたいっていうね、割と大手なユーチューバーさんがいて、その人がちょっと売り込んでる感じで、みんな影響されちゃってると思う,んだか,ら思うから、結局そこはね、ウィンウィンじゃなくて、得してるのは多分そのね、あのー、 ジンバルを売りたい人なんですよ。売りたい YouTuber さんがいるんだけど、その人しか得してないですからね。皆さんみたいな、まあ、俺と、俺ぐらいのね、俺ぐらいの人たちは多いんだけど、1000人とかね、1000人いかないとか。そこはね、ジンバルにこだわったりとかは、そんなにいらないし、あのー、もっと中身かなって思いますね。うん。だから、その、まあ、ジンバルにこだわる、中身だね、そう。だから、なんだろうな。そうだね、中身中身。うん。っていう話で、ちょっとまた、忘れちゃったな、今。<laughs> そう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 。だから、まあ、 あ、そうだ。機材を言い訳にするなってことですよね。完全に。うん。俺は一瞬昨日ね、仕掛けたっていうか、別に言い訳に進めなかったんだけど、言いかけたから危ねえと思ったんだけど、本当に危機を感じた。そういう言い訳し始めたら、ほどんとど,どんどんどんさ、えー、今日紹介するものないから動画作れませんとかさ、えー、まだ何々が届いてないから紹介、動画今日は出せませんとかさ。 日は喉の調子が悪くて、声が出ないから動画出せません、みたいな。僕がね、ほんと見てるおもちゃのチャンネルの、おもちゃんねるんさんっていうね、超大きいチャンネルがあるんですよ。まぁ、あ、一回僕のね、ライブにも来ていただいて、で、まぁ、あ、若干交流はさせてもらったんだけど、そう、おもちゃんねるさんすごいのは、手元撮影おもちゃを紹介する動画、ね、こうやってさ、今日はこれを紹介しますって。それで、声が出ない日があったのですその日も動画出してますからね。あの、音を出さない動画っていうか、喋らずにちゃんと動画作って、うん。 だから、手元撮影しかしないね、YouTuber さんが、声が出ないですら動画出しますから、皆さんはもっと条件いいはずですよ。てか、スマホ一であればいいですし、うん。俺はね、ジンバルはそのコンテンツとして使うにはいいんだけど、いらないから、普通は。うん。外撮影とか言うけど、うん、作りたい動画ってこういうのってあるかもしれないけども、趣味とかだったらね、本当にちゃんと YouTube でやっていきたいって言うんだったら、なんか動画投稿自体が好きなんだったら、 こういう動画を作るのが好きっていうんだったら、まあ、ありなんだけど、ね、動画投稿が好き、YouTuber として成功したい、YouTube が好きだったら、そこまで、うん、気にしなくていいんじゃないかなと思うし、まあ、ジンル高いしね、あの、影響されてるのは、まあ、影響されるのはすげえわかるし、それが楽しいのもわかるけど、あの、またね、その楽しいと思ってない人もいると思うんだ、うん。 あ、これ必,必要なのかなって、必需品なのかなって思っちゃうのは違うよってこと。楽しんでる人すんなはオッケー。必需品じゃなくて分かってて、贅沢品って分かってて、必要ないのは分かってて、いらないなって分かってて、邪魔だなと思って分かってて、持ち運ぶの面倒になと思ってて、それによって腰が重くなって動画投稿の本数減るなとか、それをもっと別のものに使えばいいなっていうのは置いといて、あの、楽しいならいいんだけど、うん。それをまたね、あの、楽しいって言る人を見て、あのね、宣伝したい人が宣伝して YouTuber が影響を受けて動画を作って、それを、 見た、また YouTube やりたいって人が、え、ジンバル必要なのかって言って、でもジンバル高いしな、じゃあ YouTube やめようかってなるのは良くないと思ったから、言うけど、ジンバルいらないんですよ。うん。一でね、す、ほんとね、よく言うけど、サロチューンさんも言ってたんだけど、必要なのは、まあ、家にあるものですね、使うものとしては、あの、電気スタンド、テーブルにあるね、うん、勉強机けとかによる電気スタンドと、あとはミニ三脚、うん。そして、スマホで十分だと思います。はい。 あとはもう、何もいらないかな。まあ、ノートパソコンがなくてもアップできるしね。わかんないけど、俺はノートパソコンでアップロードしてるんだけど、あと Wi-Fi 環境か。で、まあ、だ体できてるんで、うん。いいかなと思います。はい。だから、まあ、ジンバルいらないな、いらららいらないなって思いますよ。うん。だからまあ、あってもいいんだけど、悪いことじゃないんだけど、うん、まあまあまあ。結構最近さ、あうん、なんか、ジンバル使ったゴミ動画が多いから、おじい風に言うとね、ジンバル使った街を撮影するだけのゴミ動画が多いから、ああいうのってあんま見ないよね。<laughs> <laughs> 相当綺麗な街ですら見ないよね。あと普通の味があるなっていう街ですらさ、俺は見ないんだ。見ないっていうか別に、なんだろう、ただそれをさ、ジンバル使ってると今度は喋んなくなったりする人いるじゃないですか。もう映像作品みたいな。うん。まあ、俺はね、あんまり YouTube ではそれは良くない、良くないっていうかさ、まあ、成功するためとかだったらそんなにいらないなって思う動画だと思うよ。うん。 まあこれは俺の個人的な意見だし、人は、またそのね、コメントを、またここに出して、それは違いますってコメントをいただけば、頂いたら、俺は、あ、確かにそうだな、つって、ジンバル素晴らしいってなるかもしれない。なぜかっていうと、それはそのコメントを頂い,いたことによって、僕は一つ成長したからっていうね。うん。そう。<laughs> っていう話なんだけどね。うん。でね、まあやっぱそれにちょっと通じる話なんだけど、YouTube に関して、ああ、今ね、今ちょっと話題転換の時に一瞬間があったじゃん。この間が良くないんだよね。だからおじいもね、言ってくれたんだけど、 ひかりさんはそのやっぱ話す間にあーってなっちゃう。一回ここで終わって、さあ一回次みたいになっちゃうのに行かないって言われてんだけど。まあまあまあ。でも今のと本当に通ずる話なんだけど、最近俺結構、あの、工作ね、こういうなんか物作ったりする動画がすごい作りたいっていう。まあ元から物作りが大好きだから、物作る動画を出そう、出してるんですよ。まあ昔から出してるんだけど、今出すときに思うのは、物作りにあの集中しすぎて、 あの、どんなね、いいものを作るかに集中しすぎてて、だから動画の内紙に集中しすぎてて、見せか、見せ方に一切ね、気を配れてなかったんですよ。だから、あの、作る途中の動画すら撮らずに、もう完成品を見せたいっていうか、もう作ってる途中さ、動画なんか撮ってたら作るのに集中できないから、動画撮らずに完成品だけ出すとか言うね、おじいにも、それね、えーとか言われたけど、アイドルだって言われちゃったんだけど、だから、 作るもの、作ったものを紹介したいっていう気持ちだけっていうか、その、どんないいものを作るかっていうのが、ね、大事なんじゃなくて、YouTube は、中身ね、どんないいものを作るかっていう、その中身プラス、どんな動画の撮り方、構成、編集、ね、で、ね、タイトルとか、その、あのコンテンツの、その、いろいろとか、そういう、見せ方プラス中身だから、そう、それのね、バランスをね、ちゃんとしなきゃいけないなと思ってて、俺結構さ、なんか、なんだろう、 その中身重視にしすぎる時もあるし、プラス今度は見せ方重視の中身空っぽの動画もあるから、そこをバランスを取らなきゃいけないなっていうのは思って。皆さんもね、うん。まあ、いろんなことに応用してほしいんだけど、やっぱ、そうね、YouTube に関しては、うん、見せ方と中身ですよね。うん。そう。あと投稿頻度もそうなんだけど、結構ね、まあ、おじいとかさ、まあ、僕もそうなんだけど、結構、投稿頻度多いじゃないですか。うん。だからといって、あの、 やみくもり投稿頻度だけを追ってるわけじゃないんですよ。見てもらえばわかるけど、結構他にもね、YouTuber さんで、まあ、あんま伸びてない時特に、特に伸びてないチャンネルとかでも、1日に5本10本上げてるチャンネルもあるんだけど、ほんと、1つの動画がさ、12秒とかさ、10秒とかいうチャンネルあるわけ。うん。まあ、それですげえいいコンテンツだったりしたらまた別なんだけど、ちょっとほんとにさ、今日何食べましただけとかさ、食べましたー これ、うまかったんだよね。うまいうま,うましだったらまだいいんだよ。面白いじゃん。面白くないかもしれないけど、かすぐの前似せんなとかなんかちょっとね、わかるじゃん。なんかちゃんとしたコン,テンツになってるけど、てん、なんか変な BGM 流してさ、てゅん、てん、てんってさ、スライドショーで今日食べたものがさ、1、2枚出てきて、で終わって、俺動画ってさ、うんってならない。まあ、その人の自身にすげえ魅力があれば別だけど、アイドルだったら別だけど、ね、底辺 YouTuber とかになってくるとね、やっぱ、うんだから、 ま、あもし5秒、10秒の動画でもいいってなるんだったら、もうちょっと、あの、視聴者目線で、こういう動画を、あの、自分が別にね、あの、全然知らない人が出してる動画を、ということを仮定して、そのを見る、見て面白ければ OK みたいな。だから、例えば、毎回さ、例えば、今日パン食べましただったら、パンでダジャレ言うとかね、カレーパンだったらさ、やべ、カ、カレーパンでダジャレか。だから、そう、例えば、カレーパン。カレーパン、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  そう。だから、カレーパンだったら、今日はお昼カレーパンでーす。カトパンにもらいましたみたいな。嘘でーす嘘かよーパチって終わるっていうね。こ,これでもいいじゃないこれもさ、まあ、カレーパンとカトパンをかけたんだけどね。今ね、急にカレーパンが浮かんで、そこからダジャレを作んなきゃいけなくなって、カレーパン、カレーパン、カレーパンでカトパンに行ったんだけど、全然ダメだったんだけど、まあ、そんなレベルでもいいから、ちょっとね、やっぱ、頭使わなきゃ。うん。だから、 その、だからさっきの話に、ね、戻ると、動画作るのに俺が、まあ、これ別に皆さんに教育してるってわけじゃないですからね。あの、僕が思ってる話をやっぱ雑談という形でしてるだけなんですけど、あの、見せ方、内容、投稿頻度、こういうのって全部バランスが大事なんですよ、ね。まあ他にも色々あるよ、その、 なんだろうアナリティクス。アナリティクスだよ。なんか、タイトルの付け方とかさ、説明欄とかとかどんだけ宣伝するとかその動画を。そういうのも全て大事なんだけど、どこかに振り切るっていうのは振り切るで、ちゃんと考えがあってやるんだったらいいんだけど、ある程度のバランスはで、ね、ちゃんと考えなきゃいけないあ。バランスが大事っていうのは、どれも鳴らせっていうことじゃなくて、ちゃんと考えを持ったバランスをちゃんと持たなきゃいけないなと思ってますね。うん。宣伝ばっかりに力を入れるんじゃなくて、まあ、ね、まあ宣伝、ね、まあ宣伝に力を入れまくって動画一本で、 この動画を宣伝したいっていうことで宣伝にも100力入れますっていうのは考えがあるから OK だし宣伝をする時間があれば1本でも動画作りたいと思うから宣伝をゼロにしますっていうのでもまあありっちゃありだよねまあ効率的かどうかは別としてねうんだからその感じでバランスはねいろいろ考えていくのが大事だとあとサムネイルもそうだよねサムネイルも大事だからけどもうサムネイルにもう芸術作品みたいなさ写真を撮るためにさ3日も4日も写真1枚のためにさプロの写真家みたいにさ外撮り行ったりとか それはですね、まあそういうサムネがいいって言うんだったらまあ考えを持ってやるんだったらいいけど、別ね。だからといってもう動画の中の切り抜きを適当に使ったり、本当なんかブレブレの写真とか適当なさ、なんかそのものをただ写すだけみたいな写真とかも、ちょっと、ね、考えなしにやるんだったら違うかなと思うんで、そう、バランス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 。 偶然だ、今。偶然昨日、これ手元で人形液取ってたんだけど、今バランスって話してたら、このキャラクターの名前がバランスって言うんだけど、テンピングオールドのバランスなんだけど、バランスがいたっていうね。そう。最近は人形液もね、すごいね、あの、もどかしいとこがあって、人形液もさ、まあ、趣味っちゃ趣味だけどさ、趣味であり仕事なわけじゃん、YouTube なんて。だから、ほんと凝った動画とか作りたいんだけど、やっぱ人形液に時間かけすぎちゃ、かけすぎになっちゃうんだ、本当に。 この人形劇1本撮るのに丸々ね、2時間3時間かかっちゃったりするんだよ、本当しかも5分の動画とかで。うん。人形劇って結構時間かかったりするから。そうなってくると、それもバランスだよね。人形劇のその内容に重視したいのか、でもある程度内容はふわっとしてもいいから、ね、あの、もっとね、他の動画も作る時間を持てるように、てか、人形劇も何本も出せるようにするっていう。 そこがね、やっぱりそのバランスだと思って,てだからその人形劇もね、本当はもっといっぱいね、あの、特殊効果っていうかなんかね、自分でバーンって爆発を起こしてさ、なんかやったりとかやりたいじゃん。なんか面白い感じに。ね、もっとカット割りもいっぱいしたりしたりしたいんだけど、そこはある程度ね、あの、妥協って言い方はね、違うんだけど、妥協って言い方も、あり、まあ、言い方としてありで、確かに妥協してるのかもしれない。人形劇を作ることに関しては。ただ、YouTube というか、すべてをね、あの、見た、こ、ねすべてを見た上で言うならば、 あのバランスを取ってるんですよ。うん。人形劇のクオリティをちょっと下げることによって、えー、まあ、YouTube の投稿頻度を上げることができたりとか、チャンネル登録者数が増えるんじゃないかという、そこをね、そのバランスをうまく調節することによってその、自分にとってプラス、自分が望む方向に進めるっていう、ただたださ、あの人形劇作家でさ、もう、これ素晴らしいっていうね、もうマニアに評価されるような人形劇だけを作りたいっていうんだったら、 あの、そういう、ね、そっちに目標が振り切ってるんだったらもう、ね、なん、ね、も一年に一本でもいいから素晴らしい人形劇を作ればいいんだけど、俺はね、あの、まあ、そこを目指してるというか、まあ、そこになりたいっちゃなりたいけど、そこよりも、あの、もうちょっとね、ユーチュー、世界的 YouTuber になってさ、もう、ね、世界中のさ、飲みの市を回ったりしたかったり、うん、いろんなおもちゃ買って遊んで、いろんなおもちゃで遊んでさ、ね、面白い人形とかも作りたいっていうね、その一つが人形劇なだけだから、 だからさ、うん、その、俺が目指してるところに行くには、そのバランス的には人造的のクオリティを下げるという。これは妥協ではなくて、バランスを取ってるっていうね。そう。バランス。はい。はいじゃねえよな。もう終わっちゃった。話終わっちゃった。今日の話終わっちゃった。っていうのは嘘で。嘘でっていうか、ここまでが、まあ、前振りというか、今回話したかったなと思った内容です。さあ、そして今回はメインに行きましょう。コメントや新雑談イエーイまあね、あのー、ラジオ番組とかもそうじゃん。 コメントなんて視聴者さんからのさ、まあメールみたいな、ハガキみたいなもんだから、うん。まあ途中からね、こうやってコメント返信雑談に行くっていうのはありだと思いますね、うん。まあメールコーナーみたいな感じでコメント返信雑談に行きましょう。またね、昨日とかの動画にも結構いっぱいコメントいただいたんで、また新しいのから遡っていきたいと思います。はい。 さあ、まず一つ目ですね。あ、昨日作った、あの、オリジナルソフビの、あの、ゴモラのね、あの、ゴモラに跳ね生やして、ちょっとパワーアップさせたっていう、あれ頑張った動画なんですけど、うん。あれ、あれの結構作る過程とかもちゃんと動画に撮ったっていう意味で頑張ったんですけど、あれにね、コメントいただきました。まあ、名前、名前に、あ、えっと、アスミシエさんですね。ありがとうございます。そう、名前は、そのね、怪獣の名前は EX、 ゴモバタッサーはどうでしょうっていただいたんですよね。ありがとうございます。そう。動画内で、俺がさ、俺は、ゴモラバサラっていう名前をね、がいいかなと思ったんだけど、まあ皆さんのアイディアもあったら言ってくださいって言ったら、いただきました。EX ゴモバタッサー、考えられてますよね。すごいありがた、嬉しかった。あ、これは本当考えてくれてるなって思ったから。で、EX つけるっていうのは、ありだなと思う。うん。 ただ、それ EX は今回は付けないんだけど、次回からはちょっと EX も考えていこうかなと思って。ゴモバタッサーっていう名前はいいなと思ったんだけど、ほんと考えてくれてすげーありがたくて嬉しかった。うん。ただね、この名前を採用するっていうのは、ここはほんと嬉しくてありがたい。視聴者の方が考えてくれてありがたいから採用するんじゃなくて、俺のお気に入りで、今は2つ候補ね。今、今いただいたゴモバタッサー。プラスゴモラバサラ。俺の好みだとゴモラバサラが勝ったから、 今はまだゴムラバサーです。でも本当嬉しい。ありがとうございます。本当嬉しかったです。はい。でもう一件ですね。えー、あ、そっか。ゴムラさんのコメントどうしようかな。ゴムラさんのコメントはね、あの、ためになるコメントで、あの特撮に関してのためになるコメントで、思ったに関するためになるコメントなんで、実際動画を見てね、あの、あのなんだろう、そのゴムラさんのコメントを読んでいただくのがいいと思うんで、うん。実際その動画のコメント欄にね、ゴムラさんがいたらね、それを見ていただければ、それはいいかなと思うんで、一回飛ばさせていただきます、ね。でもありがとうございます。 そう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 。あ、ツインテールはね、角じゃなくて、尻尾ですってことだよね。はい。ありがとうございます。で、次ですね。またオリジナルソフビをね、作った、えー、動画になります。えー、キリーさんですね。いつもありがとうございます。すごいかっこいいソフビでもカスタムできるんやね。手が可愛くて好き。羽もいいね。心が優しそうな怪獣に見える。 装備のカスタムって男のロマンって感じるってことはね、ありがとうございます。そうなんですよ。あの、ドールのカスタムもね、装備のカスタムもね、ある、あって、うん。やっぱりドールのカスタムも楽しいですけど、装備のカスタムも、まあ、俺基本的にこれ装備とかね、ドールとかもおもちゃをね、カスタムするの結構好きなんですよね。まあ、改造っちゃ改造だけど、改造っていうよりも確かにカスタムっていう言葉がね、あの、ぴったりかなと思ってて。 オリジナルのね、ものを作ったり。まあ、ゼロから作るのも好きだけど、まあ、既存のものを組み合わせたり、ちょっとプラスしてカスタムするのも非常に好きで。本当ね、怪獣の改造はね、男のロマンですよ。これは素晴らしい。ありがとうございます。次ね、あの、えー、オリジナル装備の動画ですね。えー、熊さんですね。はい。まほとさんのことを呼び捨てにするのは良くないと思いますってことで。うん。俺、これに対する返信ね、ちょっとね、いい言葉を思いつきました。こういうね、まあ、あ ちゃんと敬語を使ってくれてるじゃないですか、僕に。良くないと思いますっていう。プラス、まあ、言ってることも確かに、まほと、まほとって俺動画内で言ってるけど、まあ、まほとっていうね、例えば、ヒカキンとかさ、木村拓也ってみんな呼び捨てするじゃないですか。それと同じ感覚で言ってるから、別に俺に悪意もないし、別にそれを反省もしてないんだけど、まあ、確かに、まあ、一つは一理ある意見でもあるし、YouTuber の先輩っていう風に考えるんだったら、まあ、一理あるんだとは思うけど、まあ、YouTube に先輩も後輩もないから、俺はそれはね、反省はしないけど、 反省的か違うなとは思わなかったんだけどね、今回はね。でも、この、ね、コメントに関しては、まあ、一概にアンチコメントとして消すのもあれかなと思って、うん、今回公開にして、しかもグッドボタンも押したんだけど、まホトさんのことを呼び捨てにするのは良くないと思います。結構ね、魔法さんのファンってね、結構痛い方が多くて、そう、どこでも散々させなきゃいけないみたいな方が多いんだけど、まあまあまあ。でも、このコメント自体は、まあ、OK かなと思ってで、このコメントに関するね、関する僕のね、考えた、いいなと思ってね、返信はね、 ガーです。はい。こういうのがいいかなと思って。まあ、ガハハハ。うん。これが素晴らしいの。もうガハハハハ。っていうコメント返すこういうのはいいんじゃないかな。うん。よろしくお願いします。で、ありがとうございます。それでももう一つですね。えー、LGA 太郎さんですね。またゴマラの装備に関して。結構意見いただいて、評価もね、本当ね、高評価6、低評価6なんですよ。現時点で。うん、いい,い、い,いいと思って。いい具合の、なんか、評価のバランスでいいなと思って。でね。 今ね、LGA、え ?LGA 太郎さん、ありがとうございます。乳酸菌みたいな名前ですね。頭の2つあるゴマラを、ゴサウラって言いましたか言ってたら、ツです。正しくは、ゴスラです。かっこ生意気なコメントしてすみませんってことなんだけど、その後に、ね、俺がね、あの、 ま、五サウラですね、つってね。あの、五サウラっていうね、五サウラって俺言ったんだけど、五サウラっていうあの怪獣装備もあって、プラス五スラっていうのもあって、両方ともね、五マラの怪獣が2個ついてるやつで、ま、そうなんですよって、あの、知ってって言ったんですよ、みたいな話をね。ま、知ってて言ったんだよって、意地になっていうのもダサいからさ、まあ、まあ、音符とかつけてさ、言ったんだけど、そしたらま、ちゃんとね、あの、本当あ、本当にそういうのいたんですね、つって勘違いして、すいません、つってね、五サウラもかっこよかったです、みたいな、いただいて、本当はね、いい方で、よかったよかった、うん。一触即発になりかねないじゃん。 言ってたら罰でやつんて言われたらさ、俺もすげえ怒っちゃうから。でも、今回俺も大人の対応して、相手もちゃんと大人の対応してくれたんで、無事。うん、よかったです。なので、ゴムラさんのね、あの、おすすめのコメントいただいて、次ですね。あ、次はね、えー、猫登場コメント返信雑談昨日の動画ですね。昨日ね、ここら辺に、この動画で言うとこ,こら辺にね、あの、猫がいたんですけど、今日はね、猫いないんですね、偶然。別の部屋にいます。<laughs> で、コメント返信雑談に元気なおじいからいただきました。 夕飯で <laughs>、一杯飲みながら最高だな。トークいいよってことでね、嬉しい。ありがとうございます。いやー、皆さんがね、一杯飲みながらとか、あともう、もう最高なことはもう家族団欒んで、テレビを見る形で僕のね、雑談動画なんか見てもらえてたらさ、嬉しいよね。まあそうなってくるともっと家族向けの内容にしなきゃいけなくなっちゃうから、まあそこにね、振り切るわけじゃないけど、うん、皆さんがね、ほんと、夕飯食べながら見れるようなね、うん、動画にしてきたな。動画、まあそこにするためにスモレター言わないとか、下品な話しないとか言うわけではないんだけど、 ほんと、そんなぐらいに見れるぐらいの、ほんとね、雑談の長い動画をね、つけれたらいいなと思いますね。ありがとうございますいや。嬉しい嬉しい。まあでもね、その時も昨日ね、50分の男だったんですけどね。で、またね、あの、ゴマラさんがね、情報コメントありまして、次、あは、 あのね、昨日ね、ミミさんからコメントいただいたんですけど、あの、俺がね、雑談とかの中で、俺高校生の時はジャニーズ系だったのぜや、みたいに言ってたから、いや、証拠見せてくださいよって言われたから、過去動画で俺が、まほとにっていう動画出したんですよ。俺、まほとに似てるって言われてたから、昔。だから、まほとに似てるよーっつって、動画に、あの、俺の痩せってた時の写真を載せてたんですよ。そしたらめっちゃアンチが来たんだけど、うん。まあ、似てねえよ、みたいな。ブスしねえ、みたいなの来たんだけど、あの、まあ、ね。 それに、それをね、あの、証拠見せてくださいって言われたから、その動画のリンクを貼って送ったら、送ったとうかコメント欄でね、書いて、あの載せたら、えっと、まに似てるかどうかは、てんてんてん。でも、ひかりくんは悪くないよ。それに、綺麗な顔立ちしてると思うってことで、ありがとうございます。そう、僕ね、綺麗で上品な顔立ちはしてますね。ありがとうございます。嬉しい。本当にまさになんですよ。なんだろう、ジャニーズ系であり、なんか、上品な顔出してね、うん。綺麗な顔してるよね。うん。ありがとうございます。鼻高いし、 唇素敵だし、まあ、目がね、左右のバランスが来たでしょうっていうのが問題だし、あ最近髪型にちょっとね、難があるっていうのはあですあとは太ってる、<laughs> 太ってるから第一か。痩せようと思ってるんだけど、今ね、バタバタしてるなかなかね、ジムとか行ってない。まあ、そこは言い訳なんだけど、今そこもバランスをとってて、今俺は YouTube に振り切って、あの、ダイエットには今行ってないっていうだけなんで、そこもバランスをね、調節してる感じですね。考えを持って、今は太ってます。<laughs> ありがとうございます。次ですね、え CURRY、ー。C カリーでいいんかなカリーさんですね。カレーさんでう、カレーさんと呼びますね。カレーさん。カレーさん。特撮系 DVD。いいです。あ、特撮系 DVD 買ってよっていう動画にね。特撮系 DVD。いいですね。俺も探してみます。そう。リサイクルショップで安くあったりするんで。ぜひぜひ。うん。ね、ミミさんもう一個いただいて、ヒカリさん、動画視聴させていただきました。コメント散々だよねって、ま、ほとんにっていうやつね。コメント散々散々。スリムで綺麗でありがとうってことでね。いやいや、こちらこそありがとうございます。で、まあ、 過去の動画に出が、出すげえ昔の動画に、出キンのツイキャスで、コメント出キンに読まれるまで、帰れませんみたいにやったんだけど、そう、ツイ、キンのツイキャスにコメントしてもさ、人気だから読まれないじゃん。でもさ、何回も送ればさ、読まれるんじゃないか、面白い内容を送れば、読まれるんじゃないかってことで、はい。ね、コメントの内容が聞きすぎって書かれたんだけど、ありがとうございます。確かにその、出キンのね、あの、ツイキャスで、同じ文を何回も送って、読まれるかってやったんだよ。で、なんで送れば読まれるかなと思って、僕は、 ディガキンの、ね、ツイキャスに対して、下半身裸で聞いてますっていうコメントを送り続けた結局読まれたの。おなんか、ディガキンがツッコミじゃん、基本的にお笑い芸人だったし、うん。だから、なんでそんな格好で聞いてんだよって言われたわけ。ツッ込まれたで、まあ読まれたからオッケーなんだけど、あ、ディガキンまだまだだなと。今の俺のコメントに対する、俺のボケに対するツッコミ違うよと。ディガキンのツイキャスを下半身裸で聞いてます。そしたなんでそんな格好で聞いてんだよじゃなくて、そうじゃなくてディガキンさん違いますよ、そこツッコミ。 俺が求めてたツッコミは、関心裸で聞いてます。それに対してツッコミ。いやいや、そういう体操で見るなよが正解でしたね。はい。<laughs> まあ詳しくはね、皆さん、ちゃんとねあの、あの、大きな心で把握してください。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 次ですね。あ、昨日の動画ですね。そうそう。キリさんからいただきました。ありがとうございます。あの、このね、昨日商品提供いただいて、商品提供動画作らせていただいた、こちらの、 レッカさんっていうね、あの、メーカーさんの、あの、ペン立てペンケースという名のペン立てですね。はい。ね。すごい高級感ある仕事はかかり通りそうでないということでね、ありがとうございます。そうなんですよ。昨日もね、これ、あの紹介した後、机にも実際置いてて、ここにペン立てとか、ペンとかハサミとかカットとか置いて役に立つし、ここに、あの、こんな感じで、この、ま、まあ、別で提供してもらった、あの、めっちゃこれも使ってるんだけど、ポケット扇風機。 こう置いてるんですよ。これがすごい相性良くて便利で、うん。大活躍です。はい。プラスね、このレッカさんっていうメーカーさんね、ほんとまだ立ち上げたばっかのメーカーさんで、多分日本人の方がやってる感じなんだけど、そうそうそう,そう、そほんとね、ヒカリさんありがとうございますって言っていただいてね、うん。まだまだ私たちもね、始めたばっかなんでね、これからもよろしくお願いします。ほんといい方でね、よかったですし、まだまだね、あの、ね、その、始めたばっかだから、Facebook もやられてて、登録者数は少ないんだけど、 フェイスブックやられてて、そのフェイスブックでもヒカリインサイトマさん、ヒカリさんっていう、YouTuber ヒカリさんに動画で紹介していただきましたっていう風に、ちゃんとね、つぶやいていただいてて、ほんとそっちでも宣伝していただいててね。ほんとありがたかったですね。僕が動画をね、提供してまた作って、そのまたさ、やっぱその、ね、提供して作ってもらったからね、その動画をちゃんとまた宣伝してくれるって、ほんとありがたいですよね。うん。このね、レッカさんのあの、ね、他にもね、ペンケストが出されてたりするんで、アマゾンでいっぱいね。 結構やっぱ新しい商品を作られているんで、これからね、ちょっとまたね、オファーっていうか、また逆オファーじゃないけど、もうちょっとしたらさ、また、前にね、やらせてもらった光です、またよろしくお願いしますみたいな形でやっていきたいなと思いましたね。本当に素晴らしい、商品自体も素晴らしいですし、のの企業ね、新しく始めた企業っていうのに頑張ってるなっていう意味でね、本当に応援したくなりますよね、皆さん。なると思います、俺は。うん。かったです。あんでコメントもありがとうございます。ということでね、次ですね、ブランドブースターさんですね。 がコメントいただきました。このね、今度はね、扇風機でね、ポケット扇風機、携帯型扇風機を紹介した、携帯扇風機か。おえ携帯型扇風機と携帯扇風機って意味変わってきますよね。うん。まあ、携帯扇風機を紹介した時の動画に、欲しいよーっていただきました。嬉しい。こういうコメント嬉しい。うん。ありがとうございます。で、次ですね。あこれはね、シーキングアペレスさんのブーツを作った動画ですね。うん。えー、 えー、胡椒の子に桃って書けて、なんで、なんて読むんだコトーさんでいいかなコトー、沢梅さん。うん、ありがとうございます。ブーツ、お上手ですね。お洋服、とっても相性抜群で、シーキングさんにとってもよく似合ってます。嬉しい、ありがとうございます。さあ、そして次ですね。あ、ミミさんの、そのさっき話題にしたコメントですね。<laughs> ひかりさん、暑い中、コメント変身雑談お疲れ様でした。ありがとうございます。 ヒカリさんのお家猫ちゃん、ヒカリさんの、ヒカリさんちの猫ちゃん初登場って書いてあるんだけど、全然違くて、あの、昔は全然紹介、出てきてます。はい。で、キジトラちゃん可愛い,いですね。言われたあの子ね、体がもあの、ほぼアメリカンショートヘアで、顔キジトラなんですよ。そう、ありがとうございます。で、ヒカリさんのお部屋、居心地が良くて、すやすやおねんね、とっても可愛いねってことでね、ありがとうございます。ほんと、猫の顔文字までいただいて嬉しいです。でひヒカリさん、高校時代はジャニーズ系だったの 証拠を見せてくださいぜひぜひ、お写真の方を期待してますってことでね。で、俺はね、無言でリンクを貼るっていうね。ちょっと、塩対応しちゃったんですけど。うん。まぁ、あ、こんな感じでコメント返信雑談でね、言おうかなと思ったんで、あの、コメントの変、あの、返信っていうか、文で打つのは、あの、リンクを貼るだけっていうね、やってみました。逆に面白いかなと思って。さあ、ありがとうございます。で、今ね、コメントをね、読み込んでもっと下の動画まであの、コメントまで行きますね。うん。そう、まだ1時間にならないですしね。<laughs> で、キリさんですね。え、トミカタウンビルドシティを作るぞっていう動画。ね、トミカタウンビルドシティを作るぞっていう動画は、もともとおもちゃチャンネルの方に、サブチャンネルのおもちゃのチャンネルの方に上げようと思ってたのが昇格したんですけど、思いのほか反響が良くてね、ありがたかったです。うん。うわ、すごいね。楽しそう。いろんなドールで楽しい遊びができそうで、いいな。そうなんです。いいなって、そうそう。トミカタウンビルドシティはね、遊びの幅広いですからね。ほんとね、おすすめ、おすすめ。あ俺のね、動画から、あの、アマゾンリング飛んでください、ほんとに。 値段もお手頃。俺も買ってるしね。うん。素晴らしい、素晴らしい。でね、もう一つね、富型のビルドシティの動画にいただきまして、あ、レオさんいつもありがとうございます。赤いトミカはアウディの初回でやスといたことで、あ、あれ初回特別のトミカだったんですね。結構雑に扱っちゃってました。は <laughs> はい、ここまでかな。この次はね、元気なおじいで昨日の変身の動画で読んだんで、もっと下に行くとね、 あの、また、その次のがあるんだよね。うん。そうそうそう。そうもっと下に行くと、その、その前のコメントもあって、うん。<laughs> まあまあ、あんま前すぎるともうね、なんか読んでも、なんか分かりづらくなっちゃうから、そう、一旦ね、ここの後は置いときます。ということで。今ね、時間をずっと気にしてたんだけど、45分くらいからすげえ時間を気にしてたんだけど、1時間ならねえの、なんか最後の、最後の15分なわけな。と <laughs> いうことでね、今日はね、ならないとね、無駄にね、だらだら長くするのは良くないんでね、今の実力はここまでということだよね。 ありがとうございました。今日のコメント編集雑談はこんな感じで、まあ最初にちょっとね、僕の考えとか話したいなと思ったことを話させていただいて、後半にね、コメント編集雑談をさせていただきました。ちょっとね、ラジオかん、ラジオな感じのね、あの動画の構成になったんですけどね。はい。で、今ラジオな感じっていうことでもう一つ思い出したのは、最後にちょっとこの話だけさせてるの。うん。あのね、まだ YouTube 始めたばっかですごい編集能力とか高かったり、動画作る技術がある人って結構さ、生配信をさ、ラジオっぽくやりたがんない。 dj ラジオ DJ 風に。はい、何々の、なんとかラジオ、今日もよろしくお願いします。今回のコメントテーマは、みたいに言い出してる人いるじゃないですか。あとさ、あの、そういうね、技術とかがあって、能力がある人って、最初の方にさ、今私たちのチャンネル登録してファンになってくれれば、ね、将来的に小三ぶれます。昔からのファンをね、ファンだったって名,名乗れますよとか言いがちなんだけど、そういうチャンネルって伸びないし、良くないし、制約悪いなって思うし、俺嫌いだし、うん、やめてほしい、ああいうのは。うん。 小さんぶれますとか言っちゃうっていうか、そういうこと言ったりしてるから、伸びないんだよな、っていうか伸びてないんで。まあ伸びる可能性もあるんだけど、ね、動画の技術あるから。でもね、俺が知ってるチャンネルでそういうこと言ってるチャンネルが三つあるんですよね。そう。一つは、あのー、まあもちろん、まあ、の、まあ、登録者の割には再生数は伸びてるんだけど、まあまだまだと。もう一つはね、めっちゃ技術高いんだよ。動画のクオリティもめっちゃ高いのに全然伸びない。ずーっと伸びてない。もう一年ぐらい伸びてない。うん。 で、もう一人は、のせさんね。いつのせあやさんね。はい。のせさんも一回だけね、ツイッターかなんかでね、あの、小さんぶれますみたいな発言しちゃってたんだけど、うん。まあ、のせさんは友人の YouTuber だから言うけど、あの、そう、言ったない。いやー、俺がきれいな言葉のせさんが言っちゃってると思って、うん。でもね、のせさんはね、そこはあるんだけど、今はね、ほんとね、来てるから。人狼のライブで。俺は今思うのはのせさんは、その今、ね、ねあの、何インターネットゲームの人狼ね。人狼殺ってやつか。 の、あの、生配、生実況で伸びてきてるし、今これ、でも今結構いい、いいコンテンツ見つけたなと思うから、俺はそこを極めたい、極めれるんだったら極めてほしいなと思って。ここでこっからさ、ちょっとまだブレブレでやっていくよりは、一回ここ今、グーンって来てくる可能性があるわけだから、人狼殺をやってほしいなと思う、俺は。うん。まあ、成功するって大変かもしれないけどね。んな感じで。まあ、今ファン、まだ有名じゃない人が、今ファン、今ファンなはば、コサンブレます、というのは、あの、何、 何有名になるの前提で言ってんだよ、みたいな。そういう人ってさ、結局さ、そういうチャンネルって、あの、大手になることを目,目標としちゃってるんだよね。うん。だから、目標とするのは、その、こんな動画を作りたいとか、ね、お金稼ぎたいとか、そういうことじゃなくて、大手になって有名になりたいことを目標にしちゃってるっていうのが出ちゃうから、そういうチャンネルはね、僕は、好きじゃないというか、その、うん、伸びづらいんじゃないかなと思うんだよ。うん。どうだろう。 まあ分かんないけど、何が成功するし、何が正しいかどうかは分かんないし、僕も考え変わっていくんで、あれだけど、今の僕の考えはそういうことは言わない方がいい。今、今登録今登録すればコサンブレますとか、うん。私これから有名になるんで、よろしくお願いします、みたいな。というのはね、まあ、うーん、よくないなと思いますね。はい。で、今ね、若干話をね、今、おも、雨雨じゃないか。思い出した話があって話したから、あ、1時間行くなと思ったんだよ。 今見たら57分はいかねえなと思って。はい。まあ以上です。もう以上。終わりだ。もう1時間いけないものです。はい。ということで、この動画良かったな、参考になったなと思った方は、参考になったのは違うか。楽しかったなとかね。また見たいなと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録とコメント、コメントいただけると嬉しいです。グッドボタンはもちろん押してほしいんですけど、評価ボタン押してほしいんですけど、あのコメント、特に何書いていいかわかんないなとか、うん、全部見てないしどうしようと思った方は、いいねってコメントいただけるだけでも、本当に嬉しいんですよ。いいねって押してくれるのも嬉しいし、押す、かつ、 いいねってコメントしていただけるだけで嬉しいんでよろしくお願いします。ま、そのね、最近ね、Amazon アソシエイトということを覚えたんで、ば、ね、バカが一つ覚えたんで、はい。バカの一つ覚え、バカが一つ覚えたんで、はい。 アマゾンアソシエイトをね、あの、下のね、説明欄、動画のね、いつも貼っておりますので、よろしくお願いします。そこからね、リンクから飛んでお買い物していただけると、僕に紹介料が入るんですよ。で、皆さんには何もマイナスな、ね、い。普通の買い物と一緒だから、ほんとそこのリンクから飛んで別のものを買ってもいいし、ただ飛ぶだけでもいいんで、うん。もちろん飛んでそのものを買っていただいてもいいんで、うん。あの、ぜひね、僕の説明欄の Amazon アソシエイトはね、逐一チェックしてもらって、まあ、こんな商品買いたいよ、みたいなね、なんかあったら、 ニュアンスで言っても、なんか大きい買い物するときとかあるじゃん。カメラとかさ。これ買いたいんだよね、みたいに言ってもらえれば、載せれば買える。それいいのかなわかんない。それダメかもしんない。ごめんね。まあ、ここまでいいね。59分だから大丈夫かなと思うんだけど。はい。そして、ね、あの、動画のね、あの終了画面。終了画面でいいかなトゥー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 ン、トゥーン、トゥーン、トゥトゥーン、トゥーン、プリースサブスクライブのね、あの、画面にもね、いつもね、これにね、あの、チャンネル登録のボタンがここら辺にあって、で、ここら辺に関連動画2個とかたまに3個とか載せてあるんで、そこもご覧ください。 で、ね、どんどん僕のチャンネルを知っていただいて、過去動画とかもね、すごい見てほしいですね。はい。それでね、やっぱ、過去動画も見てほしいし、いろんな動画も見てほしいし、それ見て、僕のことを知っていただいて、それね、どんどんね、あの、アクションを起こしてほしいですね、皆さん。例えば、僕にコンタクトを取れてもいいし、ね、僕のチャンネルを、あの、拡散とか、せん、まあこれはね、ウィンウィンじゃなくて、本当なんだろう、う俺が得するだけになっちゃうかもしれないけど、あの拡散してほしいし、本当宣伝的にはさ、拡散してほしい。Twitter でこんなチャンネルいるよとかも、最悪さ、 変な奴がずっと喋ってるようでもいいんだよ。うん。よろしくお願いします。さあ、最後ちょっと話を伸ばしたことで、一時間になりました。ご視聴ありがとうございます。バイバイ,イ